こんな雨の日に、こんな場所に立っとる人に、まともな人はおらんってことかな。ほんで、あ、あっこの、鹿だかガゼルだか知らないけれど、買っておこうかな。はぁ、全然じゃねえか。武器吹っ飛ばしただけだし。何、武器どこ行った？私の。え、消えた？え、武器消えた？あ、私の武器どこ行った？ねえ、私の武器が消えたんだけど。あ、こっちの方もしや。いらないっすけど。ちょ、とりあえず、そこの魚。くそ、逃げやがった。あっちの敵全然気づいてないの。え、私の武器消えたんだけど。え、普通に消えたんだけど、なになになに？どういうこと？ブーメラン。投げるべきではなかったか。え、あの鹿に刺さったわけじゃないよね。そんなとこにいたの？やめてくれます？ちょ、待ってね。コログのうちわ。コログのうちわじゃねえ。騎士の剣にしとこうか。はいはい。そう。あれ、ちょ、どこ行った？あ、そこか？そこか？はいはい。オッケー。オクタ風船ゲット。お、なんか光よる。頑張りだけ。一瞬ルピーに見えたよ。ルピーがこんな木の根っこに埋まっとるわけないよね。マジ先のブーメランどっか行ってけん。あー、なんてことをしたんだ私。消えちゃったわ。こういうところ。はーってやー。すげえ、いっぱい。いっぱい逃がした。いっぱい逃がした。もうちょっとゆっくり近づいていかんといかんね。あれは鳥じゃね？こっそりこっそりと。絶対ガサガサ言いよると思うけどね。くっそー。ちょ、もう一回この辺でもさ。シャキーン。あ、妖精。なんてこと、妖精逃がした。うわ、すべてを逃がしていく、私。ちょ、もうちょっと。みんな消えてゆく。みんな消えてゆく。なんかね、あのコメント欄でさ、教えてくれた人がおったんよね。こういう、長い草の部分とかは、買ったら、いろんなものが出てくるから、やるといいっていうのを、聞いたんだけど、いや、あれ瞬間的に捕まえんとさ、もうこう買って出てきた時点でみんなすげえ逃げてくよね。こっちが、気づいてる気づいてないとかに関わらずさ、超逃げてくやんか。ほら、もうあっちのバッタおらんし。あの妖精逃がしたの痛かったな。だいぶ痛かったな。ね、あれ何？あのトカゲでかくない？気のせいか。普通にゴーゴートカゲか。まあ、一応。あ、あっこにも。あっこにも頑張りバッタおるやん。てかなんか、超草なくなってきたね。私刈りすぎた？気合い入れて刈りすぎたかな。はぁ。気合い。あ、でもみんな結構逃げなくなった？私がずっと立っとった喧嘩あかったんかな。てかさっきから気になるんやけどさ、なんかこの辺、あれ？さっきなんか誰かおらんかった？そこ。人がおった気がしてんやけど気のせいかな。うん、気のせいかもしれない。あ、ほら、飛び立ってた。近くに立っとるけんか。じゃ、たまたま買った場所からちょっと離れたところやったりとかしたら、逃げんのかな。ほら、みんな、私が動かなくてもささささささって。近くに立ってたらダメなんだな。オッケーオッケー。さあ、なんかいろいろ食料もゲットしたけど。バッタとかトカゲを捕まえて食料ゲットっていうのもあれやけどね。あ、で、あとあのコメントで、これかな？
カブトムシの、この商人にカブトムシを売るとっていうのも。いや、あなた初めて見る顔ですね。はじめまして。私、この大きなカブトムシのリュックはトレードマークのテレイと申します。こんなご時世にも危険を顧みず旅してらっしゃるあなたのために、私、一押しの虫たちや旅に欠かせない役立つ商品を売ってます。もしルピーにお困りでしたら、お手元にあるご不要な品の買い取りもいたします。宝石とかはいい金額になりますよ。お持ちでしたらガンガンお売りください。さあさあ、あなたはどちらになさいますか？売る。何を売っていただけますか？多分カブトムシさ、一匹持っとった気がするんやけど、あ、おったおったおった。これやんね。剣カブト。剣カブトですね。4ルピーですけどいいですか？え、めっちゃ普通なんですけど、いいのこれで。毎度どうもです。他にも何か売ってくれますか？何でも買い取ります。普通に売れただけなんだけど大丈夫なんかな？この人じゃなかったんかな？もう一人の人やったんかな？もしや。なんか人増えた？筋肉。あ、なんか水浴びしようんやけど、馬が。今宵は。あ、ひなばがさん。ひなばがんさんや。今夜の月は？今夜は三日月。なんとも美味しそうな形。それまたいいものだ。三日月が美味しそうな形っていう意味もちょっとよくわからんけど。ムーンのことばかり考えているせいかつい言ってしまうのです。ムーンって？どんなんやねん。あっちの方、こっちの方あれか。なんかガーディアンの残骸みたいなのがいっぱいある方やんね。こっちは危険かな？この、あれは特になんでもないんかな。雨降ってきたし。そうやって人がさ、崖を登ろうかどうしようかと考え出したら、雨が降るっていうのは一体どういうことかね。それじゃあ、撮影した。それじゃあ、あ、なんかそっか、結構広がったんよね。あ、今ここ双子アニバ、あ、なんか結構動いた？なんかついこの間までこの辺、果ての塔、前果ての塔ったよね。へえ、あこから結構動いたんやね。双子山、シエラ湖、ナリシャ、あ、ここかかりこ村、へえ。村の場所とかも書いてくれたらいいんやけどな。ね。双子アニバシ、双子弟橋。あ、馬も水浴びをやめたよ。とりあえずあの、これじゃないわ。こっちの、写し絵の記憶。これの場所は、あ、ここの近くにあるんじゃない？あれ。ね。写し絵の場所にちょっと向かってみよう。確か一箇所でも見つけられたら、私の元へ戻っておいで、みたいなことを、インパが言いよったから。頑張って、ちょっと間違えた、ジャンプじゃない、ダッシュがしたかったんだ。いや、近いんかな、普通に印動きよるね。そこまで近くはないんかな。あ、あっこに看板あるよ。この岩は持ち上げたら何かありす。人かい？コレッソンじゃないの、ちょっと。ねえ。多分今のはホレッソンな気がする。ん？あれは人じゃないね。鹿だね。かかりこ村、果ての村。あ、もう結構その近くまで来たんや。はっ。お、なに？み、おぉ。くそ。一瞬見えてないんかなって思ったけど、見えとんか。人？人だね。もしも果ての村方面目指してるなら、橋を渡って東に進めばいい。ところで、旅先で仕入れた商品がここにある。見るだけならタラだぜ。はあ、なるほどね。あいにくの天気で気分が進まないように、とっておきの品を売ってやるぜ。いや、いいわ。それでどうする？さよなら。それじゃあな。あ、橋ってこれ？なるほどね。かかりこ橋。へぇ、かかりこ橋。かかりこ橋は初めて来たね。何かしら敵が出そうな雰囲気がプンプン漂ってるけど。何も出ないの？それはそれでどうよ。それはそれでどうよ。ほら、キースとか向かってこないのね。
何も出なかった。何あれ、人？1年ほど前のことだ。私はこの辺りの街道を夜中に歩いていた。ふと光が目に入り、空を見てみると、そこには怪しく光る物体が浮いていた。あまりのことに動くことができずにいると、次の瞬間強烈な光に包まれ、気がつくと私はベッドの上にいた。夢じゃないのそれ。どう思う？どうって言われてもね。そうか、では最近のことだ。誰かが呼ぶような声がして目を開けると、見知らぬベッドの上にいた。何もない部屋の片隅に目をやると、怪しく光る機械が置いてあった。その機械に触れると、何やら懐かしい感じがして、気がつくとここにいた。どう思う？いや、全くわからないですけど。そう、君のことだ、ハイリアの英傑さん。そういうこと？お前かよ、おい。お前かよ、おい。でも、この人は、この人は、ああ、背後に回るんじゃねえよ、クソ。何、どこ？この人はね、ルピーをいっぱい落としてくれるから。はい、来た、剣バナナと、はい、ルピー、イエーイ。わけわからんこと言えると思ったけど、そういうことね。こんな雨の日に、こんな場所に立っとる人に、なんていうん、まともな人はおらんってことかな。あ、なに、バッタ、バッタいたの？へえ、見えねえわ。あ、これなんか落ちとるな。首刈り方、あ、やったね、武器ゲット。うわ、すげえ、なんかどこかしらに吸い込まれていく感じ。そうだよね、武器も欲しかったけんさ。あ、ちょっと助かったね。うん、こんなさ、雨も風も強いと全く見えんね。こんなに鎧装、たとえ踏まれても折れないタフな薬草、その丈夫でしなやかな繊維質は料理して食べると体幹を強化する効能があり防御力が増す。おお、いいね、これ持てるんやない？あれ、持てないですか？あ、持てないね。絶対持てると思ったんやけど。しか、くそ、盾を構えると逃げるのかよ。盾構えてなかったらめっちゃ突進してくるくせに。てか盾も壊れそうやな。ねえ、危ないね。あれは何？鳥じゃん。やっぱ鳥はね、歩いて近づいていくにはちょっと、ダメだね。なんかあの鹿すげえ混乱しちゃってるわ。あ、ほら、もうこっちの方とか、クリアした塔があるよ。あれ、もしや通り過ぎた？こっちの山越えていく感じ？ぐるっと回っていけるかな？てか、え、何あれ？え、何あれ？敵？え、敵じゃない、なんか吹き出し出てきた。何これ、誰？あ、あれじゃない？ボックリン、キュルン？なんかコログの妖精に似てないこれ。キミチン、ボクチンが見えるの？見えるよ。やったやった、キュンキュンキュン。100年ぶりにボクチンが見える人登場。ボクチンはボックリン。これじゃない、ボックリンに会ったらなんか渡しといてみたいな言った。みんなボクチンが見えないから困ってたの。とにかく聞いて。ボクチンの大事なマラカスがあそこの魔物たちに隠されちゃって。どれ？岩の向こうにいるはずのあいつらなんだけど。ボコブリンかな。あれがないと力が使えないんだ。だからお願い、ボクチンのマラカス奴らから取り返してちょうだい。オッケーオッケー、大事なマラカスミニチャレンジ。なんか盆栽みたいやね、頭。あ、人やん。星はサファイア、あなた危険物の扱いは慣れてる方？この辺りには質の高い鉱石が多いし、豪快にドカーンと爆弾を使ってみたら？あ、いいね、一気に。
ただし私の近くでやらないでちょうだいね。大丈夫大丈夫。さあとりあえず、あっこか。あ、思ったよりも普通に通れる高さなんや。なんかもっと低いんかと思いよった。口狩り刀から使っていこうかな。さあどう、やっつけたかな。あ、待ってね。はい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 、てや待って危ない。待って危ない。串焼ききのこピリ辛さん、こっちはマックス串焼ききのこ。よし、オッケー。くそ、背後に回るんじゃねえよ。あ、この辺あれだね、武器取り放題やね。首狩り刀壊れた。ちょっと待って、ちげえ。あ、違う、間違えた。はい。オッケー。あ、これかな、マラカス。もしかして。ちょっと待ってね、いろいろと、縦ポーチがいっぱいです。あれ、縦さ、まだ壊れてないのか。なるほど。ボコブリンの奇抜の。そして、ボココンボたちもちょっと取っとかんとね。あー、これで、まあ弱いけど、武器は大量に手に入れたかな。あとこれもちょっと、この辺のもちょっと、壊れないのか。壊れないんすか。絶対これ壊したらさ、何か出てくると思うんだけど。なるほどね、ボココンボごときじゃ壊れねえわってことね。はい、多分マラカスゲット。ボックリンのマラカス。ボックリンが愛してやまないマラカス。2歳の頃にはすでに振り回していた。今何歳かよくわからんけどな。ボックリンが今何歳かよくわからんけどね。この辺のとか、そっか、槍か。これなぎ払うとかはできんのやね。さあボックリンや。あれもう確実に敵やと思ったもんね。あれは、てかさ、あの、間違えた。なるほど。そう、盾の意味。あー、しかも逃げていったし。まあいいや、とりあえず、いた。ボックリン。はい、マラカス。キュルン、それは、ボクチンのマラカス。将来の来。どうぞ。嬉しい、キュルン。あ、でもね、聞いて。ボクチンのマラカス。中に入ってたコログの実がなくなってて、いつもの音が出ないの。あ、そういうこと。それで、コログの実が一つでもあれば、歌って踊って、いつもの力でお礼ができると思うんだ。何力？例えば、キミチンのポーチ、大きくしちゃうとか、どうかな？いいやん。実は森の子供たちがマラカスに入ってたコログの実を持ち出して、探し回ってるうちにこんなことに。キュン。クンクン、この匂い。コログの実。キミチン。森の子供たちからコログの実取り返してくれたんだね。じゃあそのコログの実一つくれたら、お礼にお好きなポーチを大きくしてあげる。一つでいいんだ。はい。いいね。じゃあどのポーチを大きくしちゃう？武器ポーチ。かしこまりました。じゃあキミチンも一緒に踊って。いくよー。すげえな、なんか。一つだけ？タンタララランって口で言ったけど、なんか。なった。大きくなった。武器ポーチ。キャッ。くんくん、キミチンまだコロゴの実持ってるね。もっとポーチ大きくしようよ。弓と盾も大事よね。なんかダンス変わった。変わったよね、ダンス。おー、いいね。さあ、盾も大きくしよう。盾ポーチ。
え？あ、もうこんな時間。早く帰らないとおじいちゃんに怒られちゃう。キュン。子供なのこの子。キミチンごめんね。ボクチンもう帰らなきゃ。でもコログの実はまだまだ足りないから、見つけたらコログの森まで持ってきて。コログの森とは。マラカス取り返してくれてありがとう。キミチンを見送ったらコログの森に帰るとするよ。それとも、もうちょっとお話しする？コログの森は？コログの森は、とにかく北にあるよ。おじいちゃんが迷子になったらハイリア川沿いに北に進め、って言ってたから、多分そうだよ。キルン。まだまだお話しちゃう？なるほどね。バイバーイ。とりあえず、北に行けばある。コログの森。あれかな？地図に載っとるかな？載ってない。載ってない。ハイリア川ってこれ？コログの森。大妖精の泉あたりってことかな？違うんかな？わからねえ。まあ、とりあえず、とりあえず、頑張っていこう。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。